反発期における知的・精神・発達障害のある人による社会参画の促進をテーマに活動しました。はじめに活動の概要についてです。障害のある人は地域に出て活動するところをあまり見かけず、施設内で従事しているように感じます。一方、地域の課題として八戸市内は中心街の至るところが障害圏に感じられます。こうした地域の課題から障害のある人の個性や持ち味を見つけてもらうことや、公共施設を彩るという過程がエンパワーメントにつながると考えます。次に活動の内容についてです。紹介していただいた各施設に具体的に説明した後、話し合いの場を設け創作活動を行いました。次に共同していただいた施設と創作物について説明します。まずはじめに NPO 法人くるみの里のご紹介です。こちらは知的・精神障害のある、失礼しました。身体・知的・精神障害のある方が通う施設です。理事長の泉山様と当事者、学生を交えた話し合いのもと、青森県の名産にちなんだオブジェの創作活動をしました。創作物は 1.5 メートルほどのリンゴとエボシでございます。そして展示会に利用する看板とひな壇の制作もお願いいたしました。今回の創作活動を通して泉山様のお話の中で地域と福祉の関わり方を学ぶことができました。また初めての試みということもあり、試行錯誤を経ての創作でした。その中で設計から全てをこなしてしまう方や、リアルさを追求する方など、突出した個性や持ち味を発見することができました。次に、三戸町にある心身の障害のある子供たちが通う NPO 法人、どんぐりの家です。こちらは三戸町にある心身に障害のある子供たちが通う放課後等デイサービスになります。児童と話し合いを行い、三戸町のゆかりのあるものをテーマに、11匹の猫と三戸城の模擬天守を取り絵にし、創作を行いました。活動を通して、子どもたちとコミュニケーションを取りながら楽しく活動もでき、また創作外でも一緒に遊んだり、コミュニケーションを取りながら交流を深めることができました。また交流をしていく中で、明るく前向きになった子がいると施設の方がおっしゃっていました。続きまして、生活介護事業所さくらのご紹介です。こちらは介護を必要とする障害のある方が利用する事業所です。今から制作したものを実際にアドバイザーの方たちにお渡ししますので、ぜひ手に取ってご覧いただけたらと思います。八幡浜の装飾は当事業所の生活事業所メープルとともに共同していただきました。利用者の方々はペンキを使用し、色塗りや模様付け、また装飾品シールや布などで飾り付けを実施いたしました。また貼りにくい装飾品ボタンやレースの飾り付けを職員と学生と一緒に行いました。作成を通し独創的な色使いや飾り付けをする際の想像力など多様な持ち味を個性に気づくことができました。創作した作品を12月10日に八庭の光の広場、12月17日にハッチの初広場で展示会を行いました。展示会ではエンパワーメントを理解してもらえるように、自身で手がけた作品を通して自分を受け入れ、地域にも受け入れられることで理解につながります。そして成功体験により地域への参加に対する動機づけが高まります。誰でも参加できる参加型企画も実施しました。地域の方や来場してくださった方々に願い事や町に対する思いや思い出などを書いてもらい、リンゴのオブジェに貼ってもらいました。この展示会を通して子どもや高齢者、大人の方とお話もすることができ、さまざまな視点から地域への思いを知ることができました。今回の展示会をたくさんの方々に認知していただくため、メディアへの呼びかけを行いました。続きまして、アンケート結果についてのご紹介です。性別、年代はスライドの通りとなっております。
来場のきっかけは通りかかりの方が半数を占めており、対してメディアやチラシ等でのご来場が2割となっております。イベントの内容はスライドをご参照いただければ幸いです。次に展示会に来た理由についてです。彩る街づくりという内容、展示物やイベントの雰囲気という理由が多く挙げられました。次に自由記述を抜粋したものをご紹介いたします。子どもが楽しく参加できたことなどの子どもの関心について、インパクトや華やかさなど創作物の魅力について、また展示会の雰囲気についてや障害のある人の社会参画や取り組みを続けてほしいという声が寄せられました。活動の成果についてです。利用者と交流を通し、持ち味や個性を発見し、それらを発揮することもできる創作活動ができたのではないかと思います。また展示会が地域の人々にも障害のある人の持ち味や個性があることを知ってもらえる機会になり得たと考えます。これらを踏まえて中心街の活性化への貢献と障害理解の促進ができたのではないかと思います。今回活動を通してこのようなつながりがありました。一方、課題も挙げられます。持続的に街を彩ることや、より多くの方に障害への理解を施す必要性があると考えます。現在バイブパネル展に創作したものを展示中です。今後中心街に展示していただける企業や団体様を募集中です。今後活動を展開していくためにも、街や地域への働きかけを大切にしていきます。活動を通して多くの人と関わることができました。また地域の特徴や障害のある人の持ち味や個性を生かし、つながった人と共に作り上げることができました。活動を行ったことで町の活性化や障害への理解を深める機会になれたのではないかと思います。最後に、活動を通してたくさんの出会いがあり、たくさんの経験をすることができました。さまざまな人々に支えられ、一つの大きな事業をやり遂げることができました。協働してくださったくるみの里、どんぐり、さくら、南部ネット、ワイグの皆様、そして事業を行うにあたり市役所の方々、指導してくださった大木先生、この場を借りて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。